原子雷は、平安時代後期の苦行、歌人。村上源氏、左大臣、源、年房の着難。修理大部、立花の年綱の養子。かには、聖二位、大納言。小野宮大納言とゴース。白川朝にて、十五意下に、除爵後、英法四年壇上昇失に任官する。大徳三年左この絵少将に占ると、 王徳四年十五以上ついで正五位した、漢字二年十四位したついで十四位上、漢字三年生四位下と順調に理解を進める。しかし、十四位下昇進時に、この衣装々を解かれ、一年ほど、備中健介のみを帯びていた。漢字三年宇宙弁に任せられると一転して、弁官を務め、漢字八年蔵人等検査中弁を経て、昇徳二年正月に三儀に任ぜられ、 苦行に劣するが、左右大弁に、藤原木中、源元綱がいたために、大弁の承認はならずに弁官を去り、十二月になってから、右、兵衛正を検体している。甲は元年十三位、甲は三年生三位と昇進するが、過剰元年の年末に、かつて弁官の同僚で、白井より後に三議になった、藤原宗忠、源元綱が先に、 県中納言に承認されたことをきっかけに、白井は出資を取りやめてしまう。加えて、天人元年には3年間出資しなかったことにより、天井石を削られたが、このことにより返って白井は陰遁の意志を強くしてしまい、約20年にわたって出資しなかった。さらに、永久元年に発生した永久の変に伴って、玄関の右、表へただしも解かれてしまう。し 来の老居は父、年不差を深く悩ませたとされるが、この間の保安2年に、年不差が没している。大春年間に入ると、再び出資を始めるが、ことさらに公やごとを務めず、さらにあまりに長く出資しなかったために、見知る人が非常に少ない状況であったという。都バ政ン世紀に入ると、大治5年参議在任32年を経て、県中納言に承認されるが、 藤原宗忠は、白井が中納言になったことを聞いて、18、9年、出資しない間に18人が、白井を超越して、中納言になったと嘲笑する日記も残している。その後は、大事6年十二位、県大納言、嘲笑2年生2位、法縁2年大納言と順調に昇進。この間に太皇太后、霊古内神道の太皇太后宮大部を務めたほか、皇太子、 大人神道の母方の祖母が、死、大の妹であった縁子により、その闘宮大分も検体している。法縁5年12月4日の土の病気により公居。去年72、和歌に秀で、金曜和歌集以下の直線和歌集に23種、日収する。漢詩文を広く学び、漢字5年独上水角曲水縁、下法2年及び、同3年出数定作文会。 家宝三年後書所作文会などで監視を作ったとされており、現存する作品は、中期部類支配一名監視集にわずかに残されている。学祭も高く、漢学では、大江正夫に指示、藤原頼長に感情を伝授し、頼長自身も、日記、大記において、死来を、戦士と呼んでいる。夕食古日にも優れ、地幕作法の儀式書などを編んでいたが現存せず、 わずかに、魚ログ賞などに一文が見出されるのみとなっている。これらは、中世におもんじられた村上源氏の苦行学に連なる、ものである。また、大変な蔵書家であり、白井が、大江正房を辞定に迎えた日の夜に辞定が、火災に見舞われ、数千冊の書物が灰になったという、和歌の即栄に優れていたとされ、以下の逸話がある。 長い間賛議のまま昇進できなかったことについては、実際は、白井が出資しなかったことが原因であるが、以下の逸話も残っている。中期のないものは、苦行部人による、孫悲文脈による、ありがとうございます。